はい、皆様こんにちは。それではドラゴンクエストビルダーズ続きをやっていきます。早速釣り上げましたが、この銀遊魚っていうんですか、こちらがですね、あれです、あの麻痺を治すための満月眼、満月鏡車輪眼に必要な魚ですね。まあ、こいつを、数匹連れて、麻痺を治す薬を作りましょう。これで患者を助けることができます。こいつはですね、この、麻痺がいっぱいある花がある咲いてる森ありますよね。ここで釣れます。なので、ここで釣ってください。バンバン釣れますね。じゃあ、これを持って一旦町に帰りましょう。お、ラフレシアですね。ラフレシア。モビルスーツ。では、モビルアーマー。違う。なんでもない。帰るぞ。ラフレシアは基地か。そしたら、薬も作るのもそうなんですけど、その前にちょっと服装を整えましょう。ゴワゴワした葉があれば、しっかりとした布を作れるので、これで、こいつで、蛍光儀。少し移動速度が上がる。三河市の服、いいですね。これも移動速度が上がります。これが作れるようになると。ただ、三河市の服はですね、青い秘石が必要なので、今は作れません。なので、蛍光儀で我慢しましょう。蛍光儀と、いい加減に盾を作ろう。よし。これで装備品が、少しマシになったと。よし。マシになりました。そしたら今度は、満月眼。満月鏡車輪眼を、作っておきます。結構使いますね。え、素材が足んなかったか。麻痺か。はいはい。まあまあまあ、良いとしましょう。こいつを、口に突っ込んで。はい。二人を治しますと。まあ、一晩寝かせれば復活すると思いますので、その間にちょっと荷物の整理をしつつ、アイテムいっぱいですな。もっと魚釣ってこないと、食べ物が。食べ物が不足しておりますな。ここにいるか。L さん ?L さん、なんということでしょう。治療が完了したんですねって。ありがとうございます。しかし。十分な睡眠を取ることで回復するでしょう。それとも他に何か原因がと。一部の患者が上事のようにウルス様というのは、ウルス様という名前を出しているらしいんですけども、そのウルスというのは元老和の弟子だと、人であると。というわけで治療完了です。実は一つ作っていただきたい部屋の設計図を書いてみたのです。衣服の乱れはここの乱れ。そうですね。みんな汚い格好してますからね。衣装部屋のレシピっていうか設計図をいただきました。これで、みんなの格好をきれいにしてあげましょう。衣装部屋か。現段階で作れるかな?ちょっと確認してみましょうか。まあ、衣装部屋、適当に作っちゃいましょうか。ちっちゃいね。ちっちゃいちっちゃい。こっちを畑とかにしようと思っているので、ここそ、そうですね。まあまあ、寄せちゃいましょう、こっちにまず。偏ってる街。バランスの悪い街ですね。衣装部屋を、適当に作っちゃいます。逆ですね。これ結局どっちに作っても作り直すので別にどうでもいいでしょう。まあ適当に作っちゃいます。
必要なもの、土、焚き火、クッション椅子、仕立て台、罠の扉。仕立て台も作るようなのか。焚き火作らなくてもよかったか。焚き火、罠の扉あります。クッション椅子、待って、仕立て台、木材が足りませんね。木材はその辺に草のほど生えてますのでね、いかようにでもね。仕立て台、どういうはいはい、こうなってんのかな。はい、わかりました。僕だね。こういう風にして、トン、トン、トン、そしてうまくこのトンも、当然土もこれ取れなくなっちゃいますけど違う、まあ後で直します。今は設計図通りに作っちゃいましょう。違う、下に、町の下にブラウニーがいますね。まあ好きほど掘ってください。そして罠の扉か。狭い。着替えを仕立てましょう。衣装部屋とはまた違う部屋ですね。仕立て部屋です。めんどくさいことに全員行きますからね、この狭い中にね。ほんとめんどくさいですね。一生懸命下を掘ってるやつがいるので、下を。どこにいんだ？めっちゃ下を掘ってるやつがいますね。あ、こうすれば閉鎖しちゃったんだっけ。みんなやってる、着替えてる。あー、いいですね。みんな自分で作って自分で着替えてるんですね。やっと綺麗な街になりました。じゃあこれ仕立て部屋直しちゃいましょうか。仕立て部屋を、よいしょ。上なんですけど、仕立て部屋を仕立てるべ。まあもっとね、前もっていろいろ綺麗に考えて作りゃいいんでしょうけど、今回は部屋と部屋をつなげていこうかななんて考えておるので、そのいくつもあってもしょうがないけどね。めっちゃブラウニーが壊してるね。仕立て部屋を仕立てて、部屋と部屋を置くと幸せ。うおっとね、ゴースト対策にいい加減にあれですね、壁なりなんなり作った方がいいですね。めんどくさいですね、ゴーストがね。壁があっても入ってくるんだっけ？いや、入ってこねえか。まあ。ゴーストは若干めんどくせえ。仕立て部屋の壁を作るざます。仕立て部屋狭いな。狭いチャンスに。しかもここの角が入ってないので、よし。
ここも何かしら、パワーアップさせていきましょう。今のところはまあ適当に作っちゃいましたので、これで、簡単に作っちゃいますけど、まあまあまあ、いいとしましょう。あ、そして復活したやつがいます。病気が治ったべー。ほんとすげーべー。だってよ、ずっと体かゆいって血が出るまで全身をかきむしってやがんだぜ。おっかねえ病気だべーって。L4 ですね。よし。とりあえずなんかもう、疑心暗鬼になってます。喉をかきむしって死んでしまうかもしれない。怖い怖い。とりあえずそれでは、次なることをしましょう。ちょっとセーブさせてください。はい、セーブ OK でーす。そしたら次行きましょう。病気が治らない。他に原因があるのかもしれない。町を発展させてくれ。もう勝手に発展してますけどね。患者の一部が上ごとで我が弟子ウルスの名を呼んでいたじゃと。わしは何も知らんのことです。こいつ何か知って嫌がるか。そしたら次はリオ軍バトルですね。はい、リオ軍バトルをこなしましょう。シノは雨を降らせる会長ヘルコンドルを倒さねばなりませぬということで、患者を救うのも大事だけど、元凶を叩かなければならない。ダオーン。さあ、ヘルコンドル。そして、こいつのね、麻痺がクソめんどくさいので、麻痺には注意していきましょう。あ、やっちまった。言ってるそばから麻痺。麻痺がめんどくさい。あと麻痺の薬をね、麻痺の薬がさっき手に入れたっけ、これか。結構麻痺は割と深刻な状態以上ですね。みんなが動けなくなってしまってかなりめんどくさい。よし、仲間が一人増えたんでだいぶ楽ですね。あいつ何してやがる。あ、落としやがる。あー、しまった。なんてことだ。石を投げよう。私が放った落とし穴に。やりました。なんとかなったべ。第2軍来ます。うわ、またかよ。これ堀を掘った水は別に全く意味がないんですけども、これ防御力的な意味では。あ、ただただになんかちょっと水の町でおしゃれだったのでやったんですけどね、逆にそれがあたりになってで、今度はこいつらはあの、ま、混乱攻撃をしてくるやつですね。混乱を食らうと操作が反転、うわ、よく逃げらんないな。反転するのでめんどくさい。そして腐った死体。麻痺が結構きつい。麻痺きつよっ。さあ、腐った死体。腐ってます。人間的に腐ってるわけではなく、戦撃的にも腐ってるわけではなく、本当に腐ってます。さあ、今モンスターが死ぬ間際に元老は様って言いながら死にましたね。さて、それは一体どういった意味なのでしょうか。ヤッホー。お、狂乱の爪だって。パーン。新しい場所へと行く扉が手に入りました。一斉にみんな依頼が。新しい地でお主に探してほしいものがある。
新たな扉をくぐればとある遺跡に行くことができるのじゃろう。そこには探求者タルバなる人物がかつて住んでいた宮殿の跡地なのじゃ。農業の記録と呼ばれるものが祀られていると。つまり、この町で農業がしたいということですね。この町で時をがしたいということです。なるほど、栄養価の高いものが育てられるわけですね。じゃあ次、エル、新しい隊に行かれるのですか。きっと新しい患者がいるはずですと。つまり新しい患者を連れてこいってことですね。私はつい考えてしまうんです。長い苦しみが続くのはいっそ楽になれた方が幸せではないかと。いっそ殺せですね。殺せです。哲学ですね。今度は言わないよ。いいんですよ。はい、次、頭の悪いノリンですね。バカにしないって約束だったら、約束するなら言うぜって。俺をバカにしないか。バカにしない、しない。俺は頭が良くなりたいんだって。バカですね。いいですね、このキャラ。魚を送るように新しい調理台が欲しいと。なるほど。で、今度は新しい調理台ですね。そして、ケイシーですね。元老和とエルってできてるのかい。何を言うんだね、こいつは。たまに気持ち悪いぐらいイチャイチャしだすことがあると。なんと、恋愛に年は関係ないわけだし、許せない。やっぱり水のせいじゃないか。綺麗な水をどうにか作れないか。まあ浄化する機械ですよね。水の浄化、浄化噴水のレシピを思いつきました。まあ思いついたのはいいんですけど、どれもこれも、まあ、今すぐ作るのは無理ですね。君らの姿作るか。おそらく浄化噴水は、そうですね。全然、手に入らない密林の葉とかも必要になりますので、まだちょっと時間かかりそうです。で、レンガの料理台も関しても、錆びた金属とかレンガとかが必要ですので、これもすぐには作れない。つまり赤い扉の先に行かねばならぬということですね。ちょっとここでまた一回セーブさせてください。はい、OK です。ちょっと小刻みにセーブしないとね。なんかね、PS4 の調子が悪くてたまに電源落ちちゃうんですよね。そしたら赤い扉の新しいところに行きたいところですが、ちょっと寄り道していきましょう。後でも良かったんですけど、チャレンジ項目の一つである、屋根の修理をするっていうのがあるんですけども、ある屋敷があって、そこにちょっとね、簡単なクエストがあります。それが、一応チャレンジ項目の一つになりますので、ちょっとそれだけやってきちゃいましょう。そこには結構いろんないいものがあるので、ついでにくすねてきちゃいましょうか。次回、新しいところに冒険でいいかなと。よいしょよいしょ。ここは鍵がなくて入れません。いずれ鍵が作ったら来てみましょうか。おっと、鍵。あっちですね。最初のところから、西に向かって、ひたすら行くと屋根が見えてきます。屋根、ここは何ぞやというと、まあ、あるお屋敷みたいですね。誰かのお屋敷みたいです。
にはいろんな素材があるので、これは全部欲しいですよね。なんとか、こんなソファーとか、壺とか、しかもこの絨毯、このテーブル、欲しい。あー欲しい。これ全部壊して持ってきたいですね。かまどまである。宝の宝庫ですよ、これ。あ、これです。しかもこの壁自体が、木の壁なので、わざわざ壁を作らないと手に入る。おー、樽だー。樽だー。そしてこの柱、見たことない柱だ。おしゃれな柱だ。ベッドだ。机だ。キャビネットだ。なんだ、そしてシンクとタオルだ。しかもこの扉もかっこいい。椅子はいいか。はしごだーってやってるうちに今夜になっちゃうから早く行きましょうか。屋根の修理が完成できなかった。依頼者はとっくに病気で死んで、俺も同じ病気で間もなく死ぬだろう。まあ、修理する意味はない。職員として最後にやりたかった。ということで、引き継いで、屋根の修理をしてあげましょう。アイテム取りすぎちゃった。しまう。水道も使わない。では、手に入れた屋根のパーツをですね、こいつらを駆使して屋根の修理をしてあげましょう。ポン。ポン。おお。これ角ですね。おお、落ちないように。落ちないように。角。これは正面。これは天板って言いましょうか。で、これは、ボコですね。俗に、それ違うでしょ。その入り方は違うでしょ。だいぶ違うでしょ。よし。で、これも、角ですね。角。あ、違うでしょ、それ。違うけど、いっか。甘い仕事しましょう。はいはい。ほいほいほい。これも、OK。あ、それも違う。違うけど、よしとしよう。職人ではないからね。OK です。すべてをクリアすると、うん。屋根の作り方を教えてくれると。これで、屋根が作れるようになります。あんまいらないねっていうのは思わんだけどね。屋根見にくいからね。逆にここの屋根全部壊して持って帰っても全然問題ないです。欲しければ全部壊せばいいってことです。この辺のアイテム全部持って帰っても良いと思うのですが、まあ、時間の都合もあるので、今日のところはここはもう壊さずに勘弁してあげましょう。ただちょっと階段とか欲しいよね。でもまあ気をつけていただきたいのが、屋根壊した時に誤って自分ごと落ちないようにね。よくあります、それ。この床欲しい。この絨毯かっこいいから欲しい。なんてやってると終わんなくなってしまうので帰りましょう。ひいひい。人によってはこの家完全にさら地になってますからね。すべての素材が手に入れてさら地にしちゃうような人もいるので、それはもう自由にやっていただければと。あ、もうベッドがだいぶきついですね、これ。
もっとベッド増やすよかな。じゃあ夢が多分見るかな。